現在劇場で大ヒット公開中のコードギアス奪還のロゼ第2幕の劇場公開が間近ですが、ディズニープラスでの日本最速配信が6月21日より開始されるとの発表がありました。私自身も第1幕を見てとても面白いと感じたので、これを機に多くの人に見てもらえたらと希望を感じるニュースでもあるのですが、実は映画公開と配信スケジュールが少しややこしいことになってると判明したので、今回それをお知らせする動画を作りました。皆様の今後の奪還鑑賞スケジュールの予定作りのお役に立てていただければ幸いです。私は過去の動画で全12話が一挙配信され、劇場鑑賞よりも早く全話が見られるのではないかと推測したのですが、間違いでした。本当に申し訳ありません。ディズニープラス配信が劇場上映に先行する形式にはなりません。奪還のロゼの大橋監督の X によると、ディズニープラスでは週1話ずつの更新となり、常に最速で見られるのは劇場とのこと。というわけで、劇場公開と配信のタイミングを比較する表を作成しました。ややこしいのですが、もともとロゼは、本来はアニメ全12話構成で、劇場公開用に毎月3話ずつを4ヶ月連続上映する形式となっています。黒文字が劇場公開スケジュール、ピンクがディズニープラス配信スケジュールです。配信の方がやや遅いため、劇場鑑賞者が過去回の見直しで配信を見る分には問題がないものの、配信で興味を持った人が劇場に足を運ぶのはかなりきつい感覚になっています。配信で3話まで見た人が次の4話を見ようとしても、劇場では7話から9話の第3幕に移行しているため、鑑賞不可能。しかし、それ以降のお話だとまた感覚が変わりまして、7月公開の第3幕公開中に6話までの配信が行われるので、そのまま続きを劇場で味わうことが可能です。ただ最終週の公開となるため、1日あたりの上映本数は厳しくなると予想されます。最終幕だとさらに余裕が生まれ、9話が配信される8月16日から最終幕上映終了まで2週間ほどの余裕があると思われますので、ここの接続はスムーズに進みます。なんでこんなややこしく、わかりづらい話をしているのかと言いますと、おそらく配信で見ても、やっぱりこのアニメは映画館の環境で見たい、と思われる人が続出するだろう。そう予感させるぐらい、私は第一幕を見て感動したので、奪還のロゼ好きの同士のために、今回はこうした動画を投稿させていただきました。動画内でよくわからなかった、という人はコメント欄でご質問いただければ、自分の答えられる範囲でお答えしますので、お気軽にお問い合わせください。ただし、映画公開のスケジュール自体は、各映画館によって異なる場合がございますので、その点はご留意ください。4週間限定上映、と言っても本当に4週間ずっと上映し続けているかはわかりませんので、それと余談ですが、各ニュース記事を読むと概ね、世界独占配信、となっているんですけど、一部では世界最速独占配信と表記されています。やはりある程度時間が経ったら他の動画配信サイトでも見られる可能性がありますね。ただ私としてはどうしてもこのビッグウェーブに乗ってほしいので、できれば劇場公開で、後半では配信からの劇場上映という考え方もできますので、ぜひともご視聴をよろしくお願いいたします。それとこのチャンネルでも奪還のロゼやコードギアスシリーズの動画をこれからペースを上げて投稿していく予定ですので、ご覧いただけたら幸いです。よろしくお願いします。チャンネル登録、コメント、高評価もよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。